花尾芳郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾志郎です。金尾志郎です。金尾志郎の音楽魂、1週間ご無沙汰いたしました。あっという間の1週間っていうか、早い。でも今暇だから1週間が長いのよ。まあ長いっちゃ長いですか。僕は長いね、なんか。ということでね、はい、お詫びを申し上げます。実は今日ゲストにいらっしゃるはずだったんですよね。矢口早苗さんと、はいはい、まあ、ペドロ&カプリシャスの今のボーカルですね、はい、それとパッセンジャーズのね、森永さん、はい、森永純也さん、はい、来る予定でしたけどもね、やっぱこういう時期でね、はい、ちょっとそのスタジオの中人数的にねちょっと厳しいかなっていうことでですね、まあ中止になりました。お詫び申し上げます。ということで、もう急にね、金玉、はい、ね、松下俊美さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、桜田武さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。ちょっと感覚を取りながらね、はい、接近禁止感覚を取るっつってもね、なかなか厳しいもんありますけどもですね、まず曲からいきますか。はい、ワン、ツー、ビーバー。
はい、ということで2曲お届けしました。すごいね。いきなり入ったね。いきなりライブになっちゃって。全く予定外の曲。予定外でしたね。いや、もういきなり来ますからね。油断しちゃダメですよ。こう油断してましたよね。油断しちゃダメですよ。油断禁物。新型ですから、僕は。新型ね。新型は吉郎ウイルスですから。いや、本当ですよ。しし巻き込まれてます、はい、私たち。ね、すぐ行きますよ。はい、ということで、今日は金玉ということでね、はい、急遽ね、急遽はい、やらせていただきましょう。お便りはいかがでしょうか。あのね、うん、お便りはですね、これ初めての方なんですけどもね、はい、ぜひ紹介したいんですけれども、うん、楽曲リクエストがありましたってことで、楽曲のリクエストね、この放送局に。ラジオネーム島根のオス猫さん。オス猫さん島根、うん、オス猫だから男です、はい、年齢55歳。お聞きになった番組名は加納義郎の音楽魂、はい、メッセージ、リクエストしたい曲はマイフレンド、この歌を聴くと良きご縁、良き思い出に力をもらえ、そして背中を押されて、はい、今を力強く歩けているように感じます。良い歌ですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。聞いてもらってオス猫さん、マイフレンド、フェイスブックのあれですかね、動画ですかね。昨日上げたばっかりだよね。そうそう、昨日かな、一昨日。いや、これはちょっと難しいな。ありがとうございます。いやいや、あの歌、島根の方っていうのはね、何か僕、あの島根のオス猫、島根ですか、鳥取じゃないの、米子は。あ、じゃあ違うね、うん、と思いますよ。米子さん、米子は鳥取県よね。なんかこうやってね、あのラジオを やっててですね、あの、まあ、川崎 FM、 あのね、ここは、タワープレイスね、武蔵小杉タワープレイスからやっておりますが、はい、まあ、いろんな方々がね、聞いていただけてるとかっていうのは、ね、非常に嬉しいですよね。はい、はい、続いていきます。はい、川崎 FM、FM 金尾義郎の音楽魂、うん、はい、音中スタジオの皆さん、こんにちは。こんにちは、ランナウェイがどうもうまく歌えない鈴木雅之です。ランウェイ鈴木雅之も本当に同姓同名でかわいそうに、はい、かわいそうじゃないか、鈴木雅之さんね、はいはい、暗い話題が続く昨今、今週も緊急事態宣言が政府から出され、うん、はいはい、ほとんどの方が生活に支障が出ているかと思います、うん、私が実行委員をやっております湘南台でしょうもギリギリまで粘ったのですが、あ、今年は湘南台でしょう、はい、今年は残念ながら中止とさせていただきました。うん、あ、そういうことですね。残念ですね。ね、残念ですね。今年も参加していただく予定だった金尾さん、はいはい、桜田さん、はい、申し訳ございません。また楽しみにされていたお客様にもお詫び申し上げます。これ5月のいつでしたっけね。一番最後。あ、30かな。5月30日だったんだっけ、うん、31かな、どっちだったっけ。土曜日。31だったっけか。日曜日だっけ。30日は土曜日。まあ、そんな5月にいつもね、毎年やってたのが、今年はこういうことですので、あの要するにもうすごいミュージシャンの方々がね、うん、集合っていうことですよね。街中上げてね、街中がそういう風になってしまうのででしょうね。ある部分はそのいろんなところでずっとそのミュージシャンが回っていくんだよね。そうですね。お客さんもそのなんかすごく、まあ、たくさんのお客さんがね、あの、ね、来ていただけることになってってるんですけども、やっぱり今の時期ね、なかなか厳しいかもしれないですよね、うん、ですよ。飲食店も、
だからね、閉まってしまうでしょ。そう、今日いつも食べるとこ、ね、食べるとこ休業になってましたね、うん、そう、なんか閉まってた ね、カフェも閉まってたね。大多数の方が経験したことのないこのウイルス問題、確かに苦しく大変なことだと思いますが、私が思うに、戦争中の皆さんは食べるものもなく、今以上に生きるか死ぬかでもっと大変だったはずです。あ、それどっちなの。鈴木さんね。鈴木さん、今は長いトンネルの中ですが、いつかは明るくなるとどなたかがおっしゃっておりましたが、まさしくその通り、みんなでもう少し我慢しましょう。自宅で普段できなかったことが見つかるかもしれません、ピンチをチャンスに変えましょう、リクエストは SNS で拝見したかなおさんのマイフレンドか、マジですか、としみさんの酔って候をお願いします。これはまた酔って候で歌うの、いや、レアな、これは知る人ぞ知る、ね、柳十さんの それはね、歌うんだ。いや、企画があってね、あの、土佐のカツオ祭りっていうのがあって、そうそう、でカツオ祭りのテーマソングじゃないけどオープニングにね歌ったんだよ、ね、歌った歌ったこれはもうそこにいる人しか知らないです。僕一回例年言うと、あのと中村浩一さんが原宿でやった時にゲストで呼ばれて行ったのよ、はいはい、その時ウィッペンディンダラインをね、あ、歌ってアンコールで歌うのよ俺が。俺緊張したよ、しかもその後に一番最後に、あの不良中年のすすめだよね。めちゃくちゃレニウッドの歌で盛り上がってるのに、あのアンコールでやったことあって、でしかもほら、あのレニウッドのねメンバーの方じゃない、緊張したけどものすごく気持ちよかったのよ。はい、いや、すごいよね、あのバンドね、なんかすっごい気持ちよかったですね。はい、まあ、続きがあるんですけど、すいません、すいません。菊田俊介も今はライブが中止になっておりますが、うん、この騒動が収束したらまたどうぞよろしくお願いします。いや、こちらこそね、菊田俊介さんのね、あのライブも私もちょっと企画があったんですけど、はいはい、まあ、どこら辺が中止になったんですかね。まあ、私の担当は、都内、ジロ吉とサムズアップと所沢の文城っていうね、やる予定だったんですけど、それとか、まあ、菊田俊介のホームページにもねお詫び書いてますけど、東北の方もなかなか難しいということでね、中止、中止または延期になってるので、詳しくまた決まったらご報告させてください。そうですね、ね、まあ、そういう人いっぱいいるからね、延期中止、まあ、ほとんどね、あの僕らもそうだしね、加納さんも、まあ、そう、今月はまたね、あのちょっとあの早急にあの返事します、はい、返事します、厳しいね今月は、言った方がいいんじゃないですか、もうね、もうおそらくね、そうですよ、できないと思うんだけどね、できないですよ、まあ、あのお店の方とか話してないんで、出しますか、ホームページにね、はい、まず、まあ、Facebook とかみんな見てるかな、 Facebook に出します、ね、はい、じゃあ続けていきます。今日はね、私の個人的にメールの方にもあのメッセンジャーで結構お便りが来てるんだけども、あ、そう、リクエストが、そのメッセンジャーちょっと読めますか、続けて、どうぞ、ね、とりあえず取り急ぎですね、おはようございます、今日もスタンバイしております、ありがとうございます、これはアトランタ勤む高橋、アトランタまで聞こえてるってことですね、はい、できたらで良いのですがマイフレンドお願いいたします。マジっすか、2月の予告編バージョンで少しとしみさんのコーラスが入っただけでバージョンアップしたので、それに桜田さんのギターが絡んだらと考えたら嬉しくなります、無理なら私の青空をお願いします、ポスできてます、はい、はい、それからもう一つね、ありがとうございます、アトランタからもね、はい、まで届いてるってことですよ、ね、嬉しいですね、そうですよ、結構あのあちこち見て、はい、もう一方いきますよ、はい、としみさんメッセンジャーから失礼いたします、わがままのお願いです、これはサンフランシスコの、斉藤武史師範、サンフランシスコ、はい、国際的ですねこのね、ラジオでもマイフレンドを少しでも聞きたいなと思い切ってリクエストさせていただきます。以前としみさんのコーラスで少し聞かせていただいた時はもう感動でした、皆様によろしくお伝えください、武史さんサンフランシスコからですよ、そうですか、はい、はい、ありがとうございます、ね、あちこちね今日すごい、あの好評じゃないマイフレンド、反響ありますね、反響ありますよね、よかった、でもいい曲ですよね、シンプルで、いや結構ね、これ、悩んだ実はその大山空手の、はい、サイコシアンの大山康彦最高師範が
歌詞を書いていただいて、うん、まあ、あの師範のお友達が、まあ、そのすごい親しいお友達が亡くなったお友達のためにね、うん、あの書いた詩なんですけども、これ詩が結構長くて、うん、一言も書いずに作ったからね俺。おー、いやーこれはねなかなかね表現するの難しいのよ、自分で作っておきながら、うん、だからちょっとしばらくね寝かしておいたんですけども、この間あのちょっとデモテープの、あの音をね昨日映像ちょっと写真入れて流してみたんですけど、うん、それはなんか好評いただいてね、うん、あのありがたいなと思いますけどね、うん、昨日ね昨日アップしたんですよ。そうなんですよね、昨日の夜、うん、昨日聞いたの、ね、あの写真は全部カナオさんが撮った写真ですから。あ、写真いい写真でしょ。いい写真、俺写真結構自信あるのよ。そうそう、全部ね。で鈴木さんもね、鈴木さんネバーギブアップっていうのは鈴木さんが作ってくれたんですよね。さっきの鈴木雅之さんはカメラマンですからね、作って。こうやってね話してる時にね、たまにね今ブースのそこのドアを開けてもらってんの、はい、換気。あ、そうですよね。そうそうそう、一応気を使いながらね。やっぱそういうことを気を使いながら。気を使いながらやってます。うん、あのー、うん、やっていくしかないよね、まあ、やはりね、お休みじゃなくて継続を選択した以上はね、アナウンサー、え、いや、ラジオ継続をね、うん、ラジオ番組を ね、お休みしてる方もいらっしゃいますよね、うんうん、でもまあできるだけ僕は休みたくなかったという理由で、うん、休みたくなかったっていうかみんながほらこうやってね、俺やりたいんだけどっつったらさ、動画の聞きさんもさ、あなた、まあ、桜田君もさ、まあ、松下さんも家で休むとか言ってたんだけど、何ですか、いやいやいや、みんなそうやって来てくれるじゃない、うん、それがありがたいよね本当に、うん、だから、まあ、ここに、ここに来てね、これを一つのそのやっぱりあのいい機会としてね、まあ、日本全体であの今後こう考え直した方がいいかもしれないよね、まあ、普通のことが今制限されてるから、とりあえずまあ、うん、全部崩すとね、うん、精神的にこうなんかもう、うん、ま、持たなくなるっていうのもあるかもしれないですね、うん、でもまあ、 あのもちろんいろんなことを気をつけながらね、できるだけ気をつけながら、あのここをもう乗り越していくしかないので、うん、ですね、うん、だからもう本当にあの俺たちにとってはさ、あのもう光熱費とか、今月の光熱費とかさ、あの電気代とか、うん、家賃の問題だから、そうそうそう、もうここまで来たらね、待ったなしじゃない、待ってくれないよ、ね、そこら辺がなかなかね伝わってないから、ちょっともどかしいですけども、でもまあ自分たちができることをね、粛々とやっていくしかないかなとか思いますよ ね、ということで、マイフレンド行ってますか、行ってみましょうか、行きましょうよ、できるかな、急に耳鳴りがしてきたけどここまでね、ちょっと待って、私も参加するんでね、これね、あの参加ありましたけど、ちゃんとできるかどうか分かりませんけども、なんかここまでなんかいろんな方がね、行きますか、行ってみますか、忘れるな、 Life is good。
マイフレンドっていう曲をお届けしました、はい、ちょっとぶっつけでやりましたんで ね、あのうまく伝わったかどうか分かりませんけども、いかがでしたでしょうか、はい、リクエストいただいたアトランタの、アトランタの高橋さん、つとさん、サンフランシスコの竹志斉藤さん、はい、それから、島根の子猫ちゃんじゃなくて、あのオス猫さん、オス猫ちゃん、はい、子猫ちゃん、ありがとうございました。リクエスト、55歳でちゃんはないでしょ。いやいや、ね、嬉しいですよね。こうやって聞いてリクエストっていうの一番ね。そうですね。ありがたいですよ、ね、ありがたいですよ。ちょっとあのちゃんとね、あのこれレコーディングは今年レコーディングしますんで、しましょうね、あのまあ今ちょっと流してる感じをちょっと仮歌であのちゃんと歌えてないし、あのアレンジもちゃんとしてないんで、なんかね懐かしくてあの、うん、ホッとしますとかっていうコメントも入っていただいてますね。実はね、あのこれ全然違う曲でもう作ったのよ。ちょっとロックっぽい感じで。あ、そうなんですか。もう全然別の曲で、おこれできたと思って、ちょっとなんていうかな、どっちかというとそのスプリングシーンとか、ああいう雰囲気で全然別の曲作ったんだよ、この同じ歌詞で。出来上がったと思って持っていったら、一番最後ね、これ歌詞、最初の歌詞の中に飲んで歌って踊り明かそうマイフレンドっていう言葉があるんだけど、それがあったのよ。で今そこないじゃん、ないんだけど、でその最高師範がこれ最後のさ、飲んで歌って踊り明かそうマイフレンドまでバーンとそこで広がる曲を作ったのよ、実は。最後の一行カットしようかなって言われた。軽くね。と思って全部作り変えたの。全然バラードに。だから最初の曲今度ちょっと持ってきてかけてもいいけど、そういうね、あのエピソードがあるんですよ。今早速ながら高橋氏来ましたか。来ましたよ、はいはいはい、ありがとうございます。鳥肌です。ありがとうございます。最高師範も陰ながら応援しているとのことです。マジですか。エンジェルのベルも、エンジェルのベル
も今執筆中です。 あのね、もう少し、もう一曲もいただいてるんだけど、それはちょっと レガエ風にしたいんでね、レガエ、楽しいレゲエ風にちょっと今作ってるんだけど、でもう一曲はね、そのエンジェルの、エンジェルのベルっていうの、それはねちょっとタイトルもかっこいい、ね、それがすごく、あのすごい奥さんの歌なのよ。そうなんですか、それはちょっと秘密いいなお楽しみいただきたい。かっこいいね、こうやってもう即反応が来ると。またアトランタからですよ今ね聞いてるリアルタイムで来ると ね, ね嬉しいです ね, 今ね、夜の11時半とか12時くらい、夜中アトランタ何時くらいやったの。11時半とかね、夜13時間違うんでね、だから12間回して1時間出せばいいのか、出すでどっちかな、そうだから12時間だったら今夜の12時半に1時間なんか1時半ぐらい、えそんなもん、夜中夜中まあ夜中よね、うん、ですよねきっとね、ありがとうございます。ありがとうございます。最高師範もじゃああれ見てくれたかな PV ね、最高師範でまたかっこいいんですよ、ね、年齢感じさせない、ちょっとね矢沢っぽい感じそうよろしくみたいな、でも矢沢のこと知らないんだって。矢沢さん、ずぶんこにいるんですか。金尾芳郎は知ってるけど矢沢を知らないとか言ったらしい。あのさ名言、これもちょっと裏前裏話したらぶっ飛ばされるかもしれないけど、いや一回さあのお寿司屋さんでこのデモを聞いてたわけ、師範たちと、それでそしたら一般のお客さんがちょっと2人ぐらい常連さんがいらして、で最高師範がこれどう思うって言ったら、ちょっと矢沢さんの感じですねって言ったら、最高師範が矢沢永吉さんの感じですねって言ったわけ、そのお客さんが、矢沢知らないな、金尾芳郎さんだったら知ってるすごくない、そういうね、日本にずっといらっしゃらないし、その格闘家だから若い子とかでもそうでしょうね、まあ、知らなくてもね、あのね、だ一応そのハリウッド映画のまあそのアクターとかもねやられてて、あのまあその映画のね、映画ね、あの、あったんですけども、そのサクセスストーリーでね、テイクアチャンスっていうね、あれとかにもね、皆さん出られててね、そういうことありました。なんかお便り来ましたか。まあ、今ねとりあえず全部読ませていただきました。終わりました。まだ読んでなかったの、メキさん読んでたっけ、読んでないね、ご紹介しましょう。はいはい、博多のメキさんです。皆さんこんにちは、穏やかな天気の福岡です。今週も楽しい金玉になりましたね。ありがとうございます。いろいろあるけど、今はとにかくそれぞれが意識を高く持って、言われたからこうするではなく、その意味を考えて行動することが大切ですよね。そうですね。あとはこの番組を聞いて笑顔で笑って免疫を上げていきましょう。はい、個人的には、やっぱり生で音楽を体験する機会が減ったのは辛いけど、人間の素晴らしい能力の一部だと思う、想像すること、そして妄想することっていうのがあるし、思い出していつでも笑顔でいるようにしようと思っています。動画を拝見する前までは、このラジオもその2つが鍛えられるから素晴らしいですよね。とにかく今日も楽しみますね。ありがとうございます。リクエスト、そういえば最近聞いていないんで、あなたからの贈り物、だけど何でも OK です。ボーリングにも行けないから、部屋で15キロのダンベルを持って素振りしたり四股踏んだりして汗をかくように努めてます。皆さんも体温を上げて、そしてテンションを上げて、いつだって顔を上げて前向いてゴーでいきましょうね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、やっぱりそういうこうちょっとやっぱり外に出れなかったりとか、今自粛ムードでねいるけども、あの俺割とさ、もう朝人がいない時にウォーキングとかストレッチとかしに行くのよ。そうするとね、なんかあの部屋に閉じこもってテレビばっかり見てたら狂うよまあ、ね、ものすごく心配になるから、あれそうそう、あれはね、非常にそうで、そればっかり見てたら気が狂っちゃう。それやめた方がいい。不安になっちゃうよね、あれずっと見てたね。あのね、もっとやっぱり人が安心するようなことに持っていかないと、もう全てがそういう風になってるから、だから僕はね、あのできるだけ自分のスタイルで、もともと人混みが嫌いだから、田舎者だから、あんまり行かない方だからねでも朝気持ちがいいよ、あの深呼吸して、でマスクして部屋の中閉じこもってさ、あのテレビかけてたらちょっときついと思う、まあ情報がね、まあ今ほとんどそういう数字とか出されるとね、
いやあれ数字も結構人間だから、まあそうですけども、いやきっちりした科学的な根拠に基づいての話だったらいいけど、武田先生の武田教授みたいに言ってくれればねちょっと安心はする、ね、だから両方見てないとバランス取れないからね、うん、そうそう片側だけ見せるからダメだよ、ね、だから両方情報っていうのはやっぱり両方ないと、うんうん、いい、まあ、だから今もう偏っちゃってるから、うん、もうこれでも脅しにかかってるからね脅されてるみたいな、ちょっとそういうところはあるよねそれはね、ずっとでもやっぱ気の弱い人はね、そうなっちゃうね、気の弱い人はやっぱ私も割とで夜眠れなかったりするんじゃないの、あなたあたりはあなたあたりはあなたあたりはいや僕は自分それなり そのリフレッシュの仕方を、うん、がある知ってるから、うん、やっぱ例えば朝早く人があんまりいない時に歩くとかちょっとね体動かすとか、うん、でほらちょっとこうストレス溜まってきたらお風呂に行くとかって、うん、ずっとねこれ昨日おかしな話だったんだけど、え お風呂はやってるんですかね、お風呂は大丈夫じゃない、うん、そうやってますけど、うん、やっぱり自粛してますよね、うん、うん、ニコニコ言うっていうのがちょっとしばらく入れませんになっちゃったんで、ああ見たまあいいかその話は65歳以上はなんとかってやつでしょ、無料無料だったのよ昨日行ってで看板が立ってるからもうお風呂もダメかなとか思って、俺唯一の楽しみだから、うん、そしたらそのニコニコ湯がねしばらくこのこういう状態だからって言ってあの中止させていただきますって出てたから、うん、ニコニコ湯ってなんだろうとか思ってお風呂空いてたからね、でその番台のお姉さんに聞いたら65歳の方は無料、うん、週木曜日が無料なのよ、ね、いいね、俺さ、ね、もう知らなくて半年も知らなかったんだから、65で、あそうで終わったんだけど、うん、俺今更ちょっと若く見えるからいやもう今65なんですけどもって言ったところでさ、自分もういつも話してる、ね、女性とかの方だから今更も言いにくくなっちゃってさでも65、4だったって身分証明書ペッて見せればね、そうそう64だったってことにしてね、5になっちゃいましたもうなりました って言ってもしばらくはもう中止なんだからでもそう、まあ、どっちにしてもそうか、そうか、だから本当にねなんかね、はぁーって思ったよね、でも65で無料っていいね、いいですね、だいたい70とかじゃないのね、いいところでね、でもまあ週1回ってことは、いやだからね今お風呂屋さんのほら経営も大変だから、うん、やっぱ工夫してんのよ、うん、Wi-Fi が入るようにしてたりとか、あと子供向けの本を置いたりとか、そういうで子供が一人で来れるように中がさちょっと学童みたいになってんのよ、へちょこっと、うん、だからまあそう子供いっぱいいるわけじゃないよ、うん、でその木曜日にさバーって殺到するから俺なんでこんなにさ気がつかなかったのよ半年も今頃聞いても遅いよね、いやでも特典は使うべきですよね、うん、お風呂今いくらなんですか、470円、高っ、昔は250円とか、ね、私なんかが、俺子供の頃はしか入った覚えがないから、うん、何十円とかで入れることじゃない、うん、あ40、50年ぐらい前、あもっと前か、子供の子ちっちゃい頃だね、じゃあね、銭湯に行ってたのは5歳までだから、うん、52年前ぐらいですかね、57今なんて今年7ですね、今更ですけど、今年でもああいうなんかやっぱり要するに免疫力が高まるっていうかさ、まあったかいお風呂に使ってね、うん、気持ちもリラックスできるからね、ね、いいですよね、暑い中にはほら感染したりしないじゃない、うんうん、だからやっぱそういうのはね、リフレッシュね、リフレッシュの仕方をそれぞれがやっぱりね、うん、あるといいですよね、あなたからもって、はい、あった、ミキさんありましたね、できるかな、俺ちゃんとしないきゃいけないんでね、大丈夫ですよ、ね、うん、軽く博多のミキさんのオリケストラの答えしましょう、あなたからの贈り物、坂道登ってきたのさ、二人並んでその手をつないで、生まれた日から
のさ。季節は巡り、時代は変わってく。歴史の中で技を磨いて、はい、博多のミキさんのリクエストにお答えしました、はい、あなたからの贈り物というね歌でしたけどもですね、今日は金玉になりましたけどもですね、楽しいね、こういうのもね、いいですね。金玉はもうなかなか少なかったもんね、最近。あ、そうですね、最近はね、ゲストね、今日、年村さん、ウクレレ持ってきた？今日はあの急遽ですので、お休みです。急遽ですいやいやいや、あの一夜漬けだから、私のは一夜漬け前の日にこう用意してダメだ、時間前がここに置かせてもらうのがいいじゃん。いや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 、ダメですよ、それは、うん、ちゃんとね、予定外だったから今日は。予定外っていうことはご用意はないです。なんつったってレパートリーまだ3曲ぐらいしかないんじゃない？今日何曲やったっけ？今日なんか歌いましょう。いやいやいや、何しましょうか。リバーサイドのキーわかる？リバーサイド？うん、あのなんとなく。チャレナーズバーやって。あ、え、ないんだよねこれね、歌詞が。え、リバーサイドやりましょう、花尾さんの。この届け前がね。マスクして歌っちゃうわ。歌詞なんか覚えなさいよ。マスクして歌っちゃうわ。これでも聞こえるのかな？聞こえるけど、オッケーだって、うん、
飛沫しないように。それだってさ、ラジオお聞きになってるね、リスナーの方に対してはいいけど、これほら、証拠があるんだよ。ね、そうそう。じゃあこれ十分に用心してますっていうことで。それで何、飛ばないように。私の、あ、これ、リバーサイドって、リバーサイド大丈夫かな、他の曲やってみる、最後にじゃあ、それで締めてもらおうか。いや、私の歌で締めるの。いや、あ、全部ね、お便り読んだよ。オーバーガールだなってやってみようか。ああ、そう、やってやってやって。加納さんの歌を聴きたい。これもね、オリジナルなんですけども、これは働きすぎのあなたのためにっていうふうに作ったんだけど、今もう仕事がないから。ね、確かにね。確かにすごい、俺イベント関係全くないからね。あ、1月ぐらいからないから桜井さんもないんだって、ね、もう3ヶ月ぐらい、ね、あ、もうあれですね、3ヶ月全く仕事ない。2月ぐらいから、もう1月からないですね。あ、ね、去年だもんね。どうするよ、ね、歌歌おうよ、どうにかなるよ、ね、いきますよ、はい、オーバーワーク、はい、オーバーワークというね歌でしたけど、
これも結構楽しい歌でしょ。楽しいですね。これはレコーディングしてるんですか。してません。あ、じゃあ結構あるね。ありますよ、うん、次回の一応ね、今のところ600曲ぐらいありますね。すごい嘘でもこれとさっきのと、マイフレンドと、はい、あ、なんかレコーディング早くした方がいいんじゃないですか。お待ちください僕の最後のレコーディングになります、次回はね。なんで。いや、人生最後のレコーディング。そんなことないよね。いや、もうあと1回でもうしない。あ、もう疲れるんでしょ疲れる持ち歩いて売るのが。いやいや、それは疲れないよ。 うん、それはもう基本ですからね。じゃあやった方がいいと思いますよ、うん、声が出る限りはね。出る限りは ね、 ね、うん、もうあんまり出ない最近。いや、十分出てるって出てると思うけどな十分。だからみんな最近動画上げてるじゃん、うん、俺もしたいんだけど、うん、絶対クレーム来るからねうるさい、うん、家で、ね、歌えないよ絶対、うん、みんな自宅カラオケボックスとかって 今ダメじゃん。カラオケボックス休み、あ、そうです、ね、行けないでしょ、お休みでしょ、うん、できない俺。あの川っぺり川っぺり、なんかねえ、あのいいんじゃない外で。川っぺりもいいね。ギターを抱いた渡り鳥みたいな。おお、いいじゃないですか。野外で、うん、野外ライブ、ちょっと風の音がザーッとか入りながら電車とかね、電車とかガタンガタンとか いやでもね、そういうのもいいかも。そこまで自信がないから歌にあの動画入れてだんだんガンガンガンみんな流してるけど、俺そんな自信ないね、うん、でもさ、みんな歌いたくなっちゃうんだよね、ライブ全然できてないから。ね、そうなのね。やっぱりなまるじゃない、うん、やってないと。あ、そう、うん、だからね、今日はでもそんな感じで歌いまくりましたよね、カナオさん。そうです、これライブのメニューじゃない。ちょっと最後にね、あの松井さんのだからリバーサイドで。いや、最後はカナオさんよ。ちょっと、いや、それいいですよ。いや、今日な、あ、もう時間ない、何時間。F じゃないですか。F だと、これ どうして私、あの短いバージョンわかんないよ。短いバージョンになっちゃうでしょ、うん、そうそう、それですね。でもね、うん、あのエンディングもこれ流れるといいの。川が流れてる、アニバーサイドマイホーム。
違うか。はい、なんでせっかく待ったのに、っていうことでね、はい、松下さん、趣味のリバーサイドマイホップタウンをお届けしました。あっという間の1時間でしたけども、はい、今日もありがとうございました。お相手ははい、桜田たけしと、はい、松下としみ、はい、金尾志郎でお届けしました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。 ハウリは菜の花が当たりを埋め尽くす、行き交う人の中に幻を見たんだ、後ろ姿優しいあの人は今は